はい、今日の Q&A なんですけども、いろいろとね、情報入力する際、ポイントサイトなどでね、いろんな案件に登録する際に自分の個人情報を一回一回打たないといけないのがちょっと手間だよということでご相談いただきました。これはですね、クッキー入力っていうのを使えば最初の一文字になり、マス目にね、カーソル当てただけでズバッズバッズバッと出ますんで、非常にね、短縮できるんですよ。もちろんこれパソコンじゃないとこの機能はないですから、パソコン使っていただくことになりますけども、私もね、1日に20件とか、多い時は40件を超える入力作業の中でこのクッキー非常に役に立ってますんで、それぞれの入力がですね、本当に2、3分で終わってしまうという形なんで、本当に楽をさせてもらってますね。でも今回の回答としては、クッキー機能を使ってはいかがですかってことになります。それともう一つは、やっぱりね、その作業をたくさんやる中でタイピングって早くなるんですよ。でそうなると、最初は10分かかっていて苦痛だなと思ったものも、これね、10倍速ぐらいになりますので、1分ぐらいで入力できると、昔はね、10分で1個しか入力できなかったのが、同じ10分で10件入力できるってことになりますので、やっぱりね、ちょっと最初はね、めんどくさいな、煩わしいな、タイピングちょっと苦手なんだよってね、ありますけども、これ上手になったらね、サラララって打てますんで、そうなると自分の能力が上がると、ポイントサイトなんてね、楽ちんになります。これね、最近動画でも上げたんですけども、 FX の、口座開設と取引っていうののセルフバックがあるんですよね。これ最初はね、 FX とかをまともにやってない頃はものすごく怖いし、入力が遅かったんですよ。で、書いてある内容の意味も分かりませんしね、読まないといけないものとかチェックがいっぱいあったりするんですよね。でもね、FX をしばらくやってみると、この入力がめちゃくちゃ簡単だってことに気づくんですよ。それこそ書面とかは読んでも読まなくても同じ。というのがね、 FX の案件っていうのは、入力させようとするものとか承認させようとするものって全社一緒なんですよ。ですので、本当にポン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 って終わって、1日に5件ぐらいやろうかなって、本当朝飯前になってきます。何の負担もないっていうところですね。だから今回お話したポイント2つです。作業をやっていくと入力が早くなるんで苦痛じゃなくなってくるってことですね。最初はめんどくさいですけど、もう一つはクッキー機能を使うことによって、もう本当にね、楽にパパパパッと表示されますんで、そのタイピング入力とかのストレスっていうのはないですね。私はもう全然ないです。ですから、いくらでも案件を申し込めるってことです。でもやっぱりね、繰り返しますけども、やり始めた時ってのは一件一件がものすごく苦痛だったんで、最初の3日間っていうのは1日1件ぐらいしか私できなかったですね。それからずっと毎日毎日やっていく中で、かなりスムーズにできるようになったっていうのが私の今感想というかね、振り返りですね。今回は以上です。